終わりだ。かつて核に挑んだ男がいた。男は肉体を鍛え、精神を鍛え、技を鍛えた。だがそれでも届かぬ高みがあった。しかし僕は諦めるわけにはいかなかった。だから修行を重ね続け、答えを探し続けている。核で蒸発しないためには、核と同等の力で弾き返せばいい。我が力、未だ最強には遠く。しかしてその身に刻め、ライジング。アトミックだぞ。